さあ次回のこの辺トラベラーも大分別府編第3弾でございます、はい、いよいよ、うん、この場所がどこなのかがあらわになる、ね、なんでこれ毎週毎週子供なんだって何のソファーなんやってね、ほんとちょっとここもちょっと温泉街からちょっと離れて、はい、別府周辺を調査させていただきましたが、はい、まさにこの虎ならではの、ね、いやいいお店見つけましたね、見つけましたね、もうね、ほんと一品とビールもうこう絶品なお店ありましたね、はいはいはい、あそこはちょっと別府に来るたびにちょっと覗くね、いや行っちゃいますね、うん、あそこは、うん、紹介しやすいですね、ただ後から聞いたら本当に常に行列ができてるらしいですよ、この時間は、うん、じゃああれは奇跡だった、奇跡的に空いてたんだって、座れて本当はテイクアウトさせてもらってここで食べようみたいな、うわ、あのコーヒー喫茶店で食べる予定やったらしいよ、いや、そんな、うん、それぐらいそんなに行列のお店、長蛇の列で、なかなか福岡県民の方もね、うん、ご存知ないと思いますので、いやないと思います、はい、いいこの虎らしい、そうですね、素敵なお店、はい、うん、あとはぜひねこのお店の正体を皆さんにはオンエアで確認していただきたいと思います、はい、ぜひ放送をご覧ください。